桜の木の下には梶井元次郎。桜の木の下には死体が埋まっている。これは信じていいことなんだよ。なぜって、桜の花があんなにも見事に咲くなんて信じられないことじゃないか。俺はあの美しさが信じられないので、この2、3日不安だった。しかし今やっとわかる時が来た。桜の木の下には死体が埋まっている。これは信じていいことだ。どうして俺が毎晩家へ帰ってくる道で、俺の部屋の数ある道具のうちの、よりによってちっぽけな薄っぺらいもの、安全カミソリの刃なんぞが千里眼のように思い浮かんでくるのか。お前はそれがわからないと言ったが、そして俺にもやはりそれがわからないのだが、それもこれもやっぱり同じようなことに違いない。一体どんな木の花でも、いわゆる真っ盛りという状態に達すると、あたりの空気の中へ一種神秘な雰囲気をまき散らすものだ。それはよく回った駒が完全な静止に済むように、また音楽の上手な演奏が決まって何かの幻覚を伴うように、灼熱した静寂の幻覚させる五行のようなものだ。それは人の心を打たずには置かない不思議な生き生きとした美しさだ。しかし昨日おととい、俺の心をひどく陰気にしたものもそれなのだ。俺にはその美しさが何か信じられないもののような気がした。俺は反対に不安になり、憂鬱になり、空虚な気持ちになった。しかし俺は今やっと分かった。お前、この爛漫と咲き乱れている桜の木の下へ、一つ一つ死体が埋まっていると想像してみるがいい。何が俺をそんなに不安にしていたかが、お前には納得がいくだろう。馬のような死体、犬猫のような死体、そして人間のような死体。死体は皆腐乱して、うじが湧き、たまらなく臭い。それでいて水晶のような液をたらたらと垂らしている。桜の根は鈍乱なタコのようにそれを抱きかかえ、イソギンチャクの触手のような毛根を集めてその液体を吸っている。何があんな花弁を作り、何があんなしべを作っているのか。俺は毛根の吸い上げる水晶のような液が静かな行列を作って、異観測の中を夢のように上がってゆくのが見えるようだ。お前は何をそう苦しそうな顔をしているのだ。美しい透視術じゃないか。俺は今ようやく瞳を据えて桜の花が見られるようになったのだ。昨日おととい、俺を不安がらせた神秘から自由になったのだ。2、3日前、俺はここの谷へ降りて石の上を伝い歩きしていた。水のしぶきの中からは、あちらからもこちらからも、薄葉かげろうがアフロディットのように生まれてきて、谷の空をめがけて舞い上がってゆくのが見えた。お前も知っている通り、彼らはそこで美しい結婚をするのだ。しばらく歩いていると、俺は変なものに出くわした。それは谷の水が乾いた河原へ、小さい水たまりを残しているその水の中だった。思いがけない石油を流したような光彩が一面に浮いているのだ。お前はそれを何だったと思う？それは何万匹とも数の知れない薄葉かげろうの死体だったのだ。隙間なく身の毛をかぶっている彼らの重なり合った羽が光に縮れて油のような光彩を流しているのだ。そこが産卵を終わった彼らの墓場だったのだ。俺はそれを見たとき、胸が疲れるような気がした。墓場を暴いて死体を好む変質者のような残忍な喜びを俺は味わった。この谷間では何も俺を喜ばすものはない。ウグイスやシジュウカラも
白い日光を竿に煙らせている木のわかめも、ただそれだけでは朦朧とした心象に過ぎない。俺には惨劇が必要なんだ。その平行があって、初めて俺の心象は明確になってくる。俺の心は、悪鬼のように憂鬱に乾いている。俺の心に憂鬱が完成するときにばかり、俺の心は和んでくる。お前は脇の下を拭いているね。冷や汗が出るのか。それは俺も同じことだ。何もそれを不愉快がることはない。ベタベタとまるで精液のようだと思ってごらん。それで俺たちの憂鬱は完成するのだ。ああ。桜の木の下には死体が埋まっている。一体どこから浮かんできた空想かさっぱり見当のつかない死体が、今はまるで桜の木と一つになって、どんなに頭を振っても離れて行こうとはしない。今こそ俺は、あの桜の木の下で酒宴を開いている村人たちと同じ権利で、花見の酒が飲めそうな気がする。